皆さんこんにちは、編集担当のアスムです。皆さんはリングフィットアドベンチャーを遊んだことはありますか？今作はゲームとしての楽しさはもちろん、しっかりとしたダイエットもできるとネットで話題となり、購入者が続出し、品薄の状態が長く続くほどの人気を誇る作品です。そんなリングフィットアドベンチャーは2021年10月18日で発売されて2年となるそうです。ということで、今回のゲームニュースはリングフィットアドベンチャーがスイッチで発売された日、 RPG の要素をふんだんに取り入れた新機軸フィットネスソフト、発売直後に SNS などから火がつき人気爆発。記事はファミ通 .com より引用しています。冒険をしながら楽しくフィットネス。今から2年前の2019年令和元年10月18日は、任天堂スイッチ用リングフィットアドベンチャーが発売された日。リングフィットアドベンチャーは任天堂から発売されたフィットネスゲーム。発売直後からずっと品薄状態が続くほどの人気タイトルで、最近になってようやく入手の機会が増えてきたといったところだろうか。女優の新垣結衣さんが出演したテレビ CM も大きな話題を呼び、現在進行形で新作 CM が多数作られているので見たことがある人も多いと思う。一部のゲームファン的には2021年8月11日から15日にかけてオンライン開催された RTA in Japan Summer 2021にて、本作のチャレンジが最高潮の盛り上がりを見せていたのが記憶に新しいんじゃないかな。リングフィットアドベンチャーはファンタジー世界を冒険していく RPG に、現実で行うフィットネスの要素を組み込んでいるのだが、中でもユニークなのは輪っか状のコントローラーリングコンと太ももに装着するレッグバンドの双方にジョイコンを装着して操作を行っていく点だろう。腕、肩、胸、お腹、足などの部位にかかる力や動きを感知してゲームの中のキャラクターと連動。リングコンを押し込んだり引っ張ったりすればゲームの中でも同様の動作を行い、足を上げてその場で足踏みすれば自分の分身のキャラクターが走っていくのだから、なかなかすごい。筆者などはジョイコン2つでここまで正確に自分の動きをトレースするのかと思わず感心してしまった。メインとなるアドベンチャーはステージクリア型のゲームモード。プレイヤーは美しい景色のフィールドを駆け巡りながら襲い来る敵を蹴散らし、ワールドの最後に待ち受ける最強の魔物ドラゴを倒していくのだが、面白いことに移動やバトルが全てフィットネスになっている。一口に移動といってもただ走るだけでなく、階段や水の中を進んだり、高所からジャンプしたり、崩れる床を駆け抜けたと思えばカヌーを漕がされたりと、アスレチック以上に大忙し。冒険を共にする相棒リングを引っ張ってコインを吸い取りつつ、押し込んで空気砲を放って障害物を破壊したりする必要もあり、この時点で相当な運動量。筆者などはどれくらいハードなフィットネスを求めてますか？という最初の質問で見栄を張ってしまったのを即刻後悔した記憶がある。バトルはターン制なのだが、攻撃手段がスクワットやニープチェストといったトレーニングメニューになっていて、こなすことで敵にダメージを与えられる。逆に敵の攻撃は腹筋ガードで非ダメージを軽減する寸法だ。属性の概念もあり、かなりしっかりした RPG バトルが味わえるのだから恐れいる。運動をしている感覚も当然あるのだが、それ以上に RPG で遊んでいるという思いも強く感じられるのがリングフィットアドベンチャーの優れているところ。レベルアップや装備品、スムージーなどの簡単なクラフト要素といったようなものもゲーム感覚を一層強めることに貢献しているんじゃないかな。フィットネスというのは継続して続けられるかが大きな問題だと思うが、本作は
ゲーム好きが楽しく毎日プレイできる要素がてんこ盛り。相棒のリングがやたらと褒めちぎってくれる点もモチベアップにつながっていい感じだ。家にいる機会が多い時期ゆえに、本作を未経験の人はチャレンジしてみるのもいいだろう。以上が記事の内容でした。ではここでネットの反応を見てみましょう。リングフィットアドベンチャー、発売から2年も経ってるので総プレイ時間が15分とすごいことになってる。買ったの去年の今頃だからちょうど1周年の頃だったんだな。なんだかんだ習慣化できてるのでこのまま続けたいね。高血圧の自分にとって最大の相棒。これ系は続いた試しがなく、これも同じく柄。面白いとは思うけどね。スイッチの火付け役の一つだよね。配信で見かけることも多かった。最近もたまに見かける。発売して2年か。やったりやらなかったりしてるけど続いてるからすごいな。買ってよかったよ。リングフィットアドベンチャー2周年おめでとうございます。間違いなく人生を変えてくれたゲームの一つです。2周年目もこれからもみんなで元気にビクトリー。コロナで夏休み中の部活がほとんどなくなった中で、母が中古で買ってきたリングフィットアドベンチャー、本当に楽しく運動できました。部活も忙しくなってきたのでまだクリアは遠いですが、いつか絶対クリアします。ありがとう任天堂。運動と疎遠になって久しかったけど、リングフィット始めて短時間でも日々続けた効果あってか、通勤電車でふらつかずに立てるようになりました。ガッキーにはなれないけど、体幹とちょっとした運動モチベが手に入るのでありがたいです。最近このゲームのことを心の中でゲームとも筋トレとも逸脱した存在、まさしくリングフィットアドベンチャーという一つのジャンルとして確立されつつある。多分この表現ではあまり伝わらないと思うが、とにかくすごいゲームってこと。以上がネットの反応でした。まだ去年発売されたものだと思っていましたが、もう2年も経ったのですね。発売当時 SNS でいろいろな方のプレイ経過を見ることが多かったのですが、しっかりと成果が出ている方がとても多かったことを覚えています。ゲームを楽しくプレイしながら鍛えることができるのはとても素晴らしいですね。最後までご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録、グッドボタンお願いします。あゆなのゲーム実況もありますので、そちらもぜひご覧ください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。